長篠の戦いで武田を完膚なきまでに粉砕。もはや天下で彼に対抗できる者はただ一人となった。越後の龍上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信は上洛準備を始める。天正5年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの機を見計らって久秀が反旗を翻す。久秀は千里山城に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ信長の、いや天下の運命を奪うために。反逆の将、松永久秀の乱。おお、光秀、敵城に単身乗り込むとはどういうつもりだ。さては我が輩と一緒に背こうというのか。やはり貴様も信長を信じられなくなったか。ん、いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ、我が輩の周りはそんな奴らばっかり。江戸家殿、久秀殿、今降伏すれば信長様もきっと許してくださる。もういい、許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ。もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。毒のある奴もお好きかな。友よ、我が輩の味方はやはりお主だけよ。野牛は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。これも今一歩のところまで行ってるんだ。で、ついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわちどう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。信長様に逆らうことは許されない。ご本人松永久秀を討ちます。信長の御指揮を取るのは光秀か。まずは東に陣取る。あやつを狙え。信長、茶番は終わりだ。急ぎ、信長を楽しませ。説明します。我が家、息子の久秀が
み歪む幸運みたいか。奴の代わりの敵を包囲してやれ。敵将討ち取ったり。さすが松永、より口が悪道ぞ。うまく動けば。さあさあ、織田の方々。任された。急ぎ城内へ。今なら警備は手薄でございます。手引き待機。大殿もきっとお褒めくださるだろう。
しい。貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しいものね。特に女には開門。ヒサヒデのやつ、おいつ様を狙っとる。いかん、院長に引き合う。Hisahideの増長もこれまで。やるか。ハロジの手際を分子が挽回する。なんと女らしき主従来。した分は武働きで返すのだ。おい、よかろう。さまざまな関係を利用すれば戦力差は埋めがたい。涼しい顔の徳永が行くよ。
敵将討ち取ったり。アクアカス、アクア栄えた。引かせて。試し合い。おい。お収賞様。真珠を飲んだが、大丈夫かい？結局、信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら、派手に自爆してやるわ。さすれば、運命は我が輩の手の中のままよ。
うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個、代償にもらってやる。断る。この茶釜も、運命も、我が輩のものだ。背き切れぬか、無価値。皆死んでいく。私は一体どうすれば。